リバーライトのココパン18センチを買いました、今までキャンプでカレーを作るときはこの柳総理26センチかなか、ロッチのスキレットこれ21センチですね、直径を使ってたんですけど、バイクのソロだとどっちも重いのでソロ用は何かないかなと思ってこのココパン18センチにしました。まあ、アルミにすればいいんですけど、やっぱ鉄かっこいいですよね。重さは 343g です。だからそんなに重くないですね。まあ、アルミよりはそれは断然重いですけど、じゃこれで今回は、一人分のカレーをちゃんと作れるのか、作っていきたいと思います。はい、
ごちそうさまでした。はい、帰ってきました。で、見ての通りカレー作れました。ただ一人分のちょっと多いめ、二人分にはギリギリくらいですかね。まあ、ちょっ二人分いっぱい食べるよっていう人にはもうちょっと大きい20センチとかを買った方がいいかもしれません。僕はちょっと一人分で結構多めに食べることが多いので、これちょうどいいかなと思います。もうちょっと少なくてもいいかなっていう人は16センチでもいいかなと思います。ただ取っ手あるんですけど、これ結構取っ手重いです。取っ手と含めて 540g ぐらいありました。あとこの取っ手が、これがコンロだとして、このコンロの天板に当たって浮いちゃうんですよね、持ったままだと。これがちょっと家では使いにくいかなと思います。あとキャンプの2バーナーとか天板のある、バーナーとかでも当たるんじゃないかな、当たって使いにくいんじゃないかなと思います。掃除ていいフライパンだと思います。これからもこれで、キャンプでカレーを作っていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。